原地春香は、株式会社無大陸及び、株式会社無人、代表取締役社長、福岡コミュニティ放送元代表取締役社長、六本木の美子と自称していた。架空の投資話で投資家から数十億円の金を騙し取った、無登録金融取引の容疑で、逮捕起訴された。山口県下関市出身。バイ女学院高校を卒業後、 イースタンワシントン大学及びシカゴ大学を終了と自称していたが、後に経歴基礎が明らかになる。2001年、インターネットのウェブサイト企画会社として有限会社無大陸を設立。主に女性向けメールマガジンの配信サービスなどで2万人の会員を集めたという。その後2003年頃には投資コンサルタント事業を歌い、株式会社無大陸に組織変更。 2005年、福岡市沢楽百道に本拠地を置く福岡コミュニティ放送の経営悪化に際して、その設立者である株式会社、現南総代表取締役の淵上港あたりより、市の保有する同放送局総株式の約6割にあたる933株が1株1円として株式会社無大陸に譲渡された。事実上の経営権譲渡によって、 翌年3月付けで、FM、MM、耳は、スタイルフムへと名を改めることになり、以後放送内容にも現本人の意思決定が大きく反映されるようになる。コミュニティ放送局スタイルフムの実質経営権を取得後、本人自ら、六本木の巫女を名乗り、ラジオ番組に出演を始める。六本木の巫女の六本木とは、当時ヒルズ族として脚光を浴びていた、いわゆる六本木ヒルズを指し、 また高級ブランドであるシャネルに身を包み、周囲には資産家の出身であるという印象を与えていた。六本木の巫女名義でパーソナリティを務めたラジオ番組内では世界金融情勢などに対する予言などを行い、確実に支持者を増やしていった。2010年4月、夢大陸が金融庁の許可を受けずに海外の金融商品を扱ったとして、 金融商品取引法違反容疑で同社関係先の家宅捜索を受けた。この金融商品取引法違反事件が報道各社に報じられた2010年6月末からは福岡コミュニティ放送が運営するスタイルフムでは一部を除き生放送番組の大半が事実上打ち切りとなり閉局に至るまで音楽フェラー番組であるビーチブレイクが終日放送される事態に至った。 放送内や公式ウェブサイトでの事態の説明は一切なされず、10月31日に至るまで、閉局に関する告知も一切行われなかった。2011年1月15日、架空の投資話による巨額詐欺事件に関わった容疑で原と、夢大陸幹部3名が逮捕された。同年2月25日、福岡地方検察庁は、原千春を詐欺罪で起訴し、 原と同時に詐欺容疑で逮捕された元副社長ら3人は処分保留で釈放した。第1回後半期日において検察側は冒頭陳述などで被告が客から騙し取った金を高級ブランド品の購入費に当てていたと主張し被告人原千春は起訴事実を認めた。第2回後半期日において論告、休憩が行われ検察側は 被告人、原千春に対して、懲役10年を休刑し、決心した。第3回後半期日において、福岡地方裁判所は、懲役9年の実刑判決を言い渡した。被告人、原千春は控訴せず、判決が確定した。その後、服役し、2020年に刑期が満了したと見られるが、その後の動向は明らかにされていない。なお、 当該詐欺事件の被害者が損害賠償を求めた民事訴訟においては、夢大陸に約7億5000万円の支払いを命じる判決がなされた。福岡、夢大陸の女社長、カピカの大学卒業、経歴いつる、六本木の見込む登録金融取引容疑で家宅捜査、もも浜、 スタイル FMJC ネット2010年6月28日、福岡の投資コンサル女社長逮捕へ、数十億円のさっき容疑共同通信2011年1月15日、福岡県警が投資コンサル社長逮捕詐欺容疑、数十億集金化、共同通信2011年1月15日、コンサル社長を逮捕イコール架空の投資話で、 詐欺容疑福岡県警知地通信社2011年1月15日六本木のみ子人の心に入るのがうまい一方で経理年内スポニチ2011年1月16日六本木のみ子こと原地春シャネラータイホム大陸福岡コミュニティ放送 JC ネット2011年1月16日夢大陸の FM 局買収詐欺に悪用を目的か 日本経済新聞電子版2011年1月17日夢大陸、現社長、詐欺罪で、基礎3人は処分保留毎日新聞2011年2月26日夢、大陸社長、集めた2億5000万円で装飾品、購入読売新聞2011年4月18日夢、大陸社長、投資話で詐欺認める福岡地裁初公判朝日。 新聞二千十一年四月十八日夢、大陸社長在住を認める、福岡地裁発後半西日本新聞有刊二千十一年四月十八日夢、大陸、巨額詐欺原被告、起訴内容を認める検察、二億円、装飾品に地裁発後半毎日新聞二千十一年四月十八日、左手金で、シャネル一億円超イコール検察指摘、コンサル。 社長初公判福岡地裁時事実通信2011年4月18日、六本木の巫子こと夢大陸の原地春の初公判、始まる JC ネット2011年4月19日、夢大陸社長に、懲役9年投資詐欺事件で、福岡地裁福井新聞2011年6月17日夢大陸に7億円、あまりの賠償を命じる六本木の巫女、シャネラーこと、 原千春社長 JC ネット2011年10月4日。ありがとうございます。